はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の矢渡し、ウィズパーピット、エテモノランシナリオの、伊達、春船編、第12話ですね。ではね、進めていきましょう。今日買ってあるね。大丈夫ですね。じゃあ進めていきます。志果たさずして、賞は終えられぬな。ここは、あら、帰ってきちゃった。帰ってきちゃったんじゃ、しょうがないね。解散しようか。行くぞ。これ解散。じゃあこっちも帰ってくるね。どうだろう。とりあえず進めてみようか。これ水戸多分帰ってきても取れるんだよね。こういうにしとこうか。かしこまりました。承知。承知いたしました。あ、水攻めできる。水攻めしよう。掛川はこんな感じで。帰ったね。手を打とう。進め。これ取れるね。これ返し、倒せるね。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。あ、取れたね。いや、このそのまま下行こう。進め。8200で来る。これは大丈夫だね。取れるね。これ勝ちやるようなさ、ありがとうございます。騙し抜き、勝ち抜き、それが乱世の正道よ。8800、ああ、これか、取れる。進め。これ守り行こう。強行28日、大丈夫だね。この程度でしたか。消えた、31日出資。行きます。自分にゼロを見せちゃダメだよね。ゼロ見せたら込むもんね。姫路落とした。もうこれ上陸の使者が来るんじゃないのかな。かたじけない。じゃあこっち行こうか。参るぞ。出陣数。もう16早くした方がいいよ。1万8000か。手を打とう。もうこっち一人の方を狙っているからね。志果たさずして賞は終えられぬ。焦ったのしてきたか。待機せよ。まあこれで守ってあげれたからいいかな。守ってあげれたんでね。幹を守ったんでね、十分かな。いい仕事したよ。あ、もう本願寺と壊しようか。はっ。二条の方へ88日。なんかこの辺からちょっと行くと出しとこうか。二条に、二条が取れないと大変なんで、取れないからね、クリアできないんでね。これでいいか。出陣する。この舞台で行けばこれ二条そのまま多分、強行で行けば80日かかんないと思う、多分。行こうか。包囲56日。
交渉ついたんで交渉します。ユリオンさんありがとうございます。我らが力侮ったようだな。まあ、ヒトラッチのね、従属のね、従属ね、している。さあ、したでしょ。ああ、負けるの悔しいね。うん、従属先に手を出したのはいけない。うん。南部さんはね。まあ、進めてこう。我らの勝ちよ。勝ち時を上げる。よし、じゃあこれでね、かたじけない解散しようか。金銭上いけない、すごい減ってるね。交渉これ全部からお願いします。バカを持つでないって言われちゃった。一気に起きた。まあ、しょうがないね。報告いたします。ご命令くだされ。は。土俵を買おうか。取引を行いましょう。じゃあ、お兵しようか。めんどくさいけど。かしこまった。かしこまった。微妙になんか入ってるんだね。入れられてるんだね。かしこまった。この2000とか入ってるんだけど、それがね、4400とか、ね、はこういう少ない2200とかそのぐらいのあれでもね、ボディブローになってね、あ、後々効いてきますからね、これね、ちゃんとやっとかないと。はあ、本当はこの辺もゼロにしちゃってもいいんだけどね、取れそうだからね。かしこまった。じゃあこんな感じかな。うん。ポイントの確認しようか。勢力34ポイント。うん。じゃああと2ポイントだね。2勝取っても多分1ポイントないはずなんで。使いの者が来たようです。裏紙で交渉。あ、従属の申し入れ。おお、開拓しますよ。負けられぬのでな。ってことはもう30ポイント溜まったね。36ポイント溜まったね。36ポイント溜まった。じゃあ二条待ちか。二条待ち。南部もそろそろ従属の使者送ってくると思うんだけどね。参る。ここで倒す。行ってみようか。進め。こっち来る。ここで待ってよ。進め。どうせ多分ここで多分当たって通り魔殺人的なことをしてくれるでしょうと。今回にと交渉します。金3000で。ああ、いいですよ。口ほどにもありませんでしたね。で、こっちの上も取れる。手を打ちましょう。上取ろう。出陣しましょう。これあれだ。マイ。こっち狙えと。出陣するぞ。うん。5400到着しました。これ1個だけ外しとこう。アホイだから外さなくてもよかったね。みんな、うん、見事な戦であったな。よし。まあ、南部も行けてるね。もう問題ない。さあ、こっちはどうしようか。
モールに行く？それとも、いや、喧嘩売らない方がいいよね。とりあえず、ここら辺のところで、もうポイントあるし、兵糧もあるんで、行くぜ。モールが来た時に、出陣する、ね、協力してあげられるようにちょっと置いとこうか。うん。で、こっちが、ね、大友さん来たら、こっちの援軍にもね、出せるんで。とりあえず、この後、何日？あと61、2ヶ月ぐらいだね。うん。それまでの間にね。今こそ、だって撃つときだぞ。遅いよね。待って、何この方いいの？これ普通の戦争の方がいいと思うんだけど。報告いたします。ちょっとあれだね。ご命令ください。やっぱり新聞室ってよかったね。これ、受けられなくなったけどね。よかったね。親善しといたんで、普通に、同盟もできるし、こういうものに参加してこなかったしね。うん。何分こういうもの加わったの？うん。じゃあ、従属の使者送ってきてるけど、途中で引き返しちゃったってパターンだね。じゃあ、これはあれしようか。ここに。18,000。こっちの18,000の場所で当てようか。これで20,000持ってこう。20,000。20,000持っていって。我に続け。で、もう一発、20,000持っとこう。出ない。こっちからなんか出るでしょ。うん、こっちから20,000持っとこうか。我に続け。あ、14,000はこっちの方に持っとこう。我に続け。じゃあこんな感じでね、行きたいなと思います。で、商業進めて。はっ。取引を行いましょう。で、闇取引やろう。闇取引入れて。格の違い、見せてやるよ。取引を行いましょう。買えなかったのかな？ちょっとね、音切ってるんですよ。ゲームの音ね、自分の方はね。うん。じゃあ進めていきましょう。民の穏やかなる暮らしを守る。それが我ら北条の役目よ。こちらの方は、戻ってきたか。じゃあこれ返そう。まあこいつは落とした後上行けばいいね。それ問題2条。47日、あと15日ぐらい経ってから。動かせること、山のごとし。おお、旗の家頑張って。力を貸すぜ。六冠総兵を貸してほしいと。いいでしょう。無条件です。かたじけない。で、こっから根気に切り替えよう。多分大丈夫だと思うんだけど。あと37日。ああ、もうちょっと待った方がいいか。まだもうちょい頑張れる。我らの勝ちよ！勝ち時をあげよう！よし、もうちょい。もうちょい。こっから先は力
チキンレースになるんで。ここに集計しようか。かしこまった。上限900か。もっと狭い場所ないの。あ、上限は500。こっちは800。上限が狭いのがいいんだ。で、移動。かしこまった。でいいでしょう。言葉と言葉を応援します。力を貸すぜ。多分細川大丈夫でしょう。多分やべえぞ。行くぜ。やばいな。先に行くぞ。これじゃ足んないな。ついてこい。この二部隊じゃ足んないな。行くぞ。我ら王道を行かん。裏側も5万も兵力いないしな。まあちょっと盾にはなってあげましょう。ゆるぎます。ありがとうございます。皆の者、大義であった。二条取れればいいんだけどね。二条待ちなんだよね。あと15日。金型強行。まあ、いいそこ。志、果たせぬか。報告いたします。表情を始めようか。問題なさそう。これでいいの？特にもう多分もうクリアできるんで。よし、表情は終わりだ。特に問題なし、いらないですね。何日だこれ？20日？あ、2万2000が来るの。ああ、だったらなんとかなるかもしれない。一応農兵精霊だけ使っとこう。格の違い、見せてやるよ。うん。ああ、これ来るの問題ないね。じゃあ進めとこう。ああ、北条味方します。力を貸すぜ。俺たちがやったチャンスいいじゃん、ミキ頑張って。力を貸すぜ。六冠層貸してほしいと。どこ貸してほしい？一個だけかよ。うん、いいでしょう。基本無料なんで大丈夫です。片付けない。裏側に向かってします。力を貸すぜ。どこだこれ。とりあえず一個だけ外しとこう。揺るぎません。取りません。志果たすな。負けはせぬ。大丈夫だな。あと5日とかこのぐらい？ 9 日か。うん、大丈夫だ。減り方は問題ないね。うん。じゃあ進めていこう。この城、もらい受け。行こう。これこっちに行って進め。でこの2万が行くとしようか。こっち行こうか。進め。うん、六冠層兵を貸してください。あ、いいですよ。あ、そうじゃないか。無条件でいいです。
かたじけなし。はい、二条の兵ね、倒してくる。はい。ということでね。ちょうど、いい具合かな？うん。そうか、とかね、結構入ってきましたね。じゃあもう、精力的にポイントもあるんで、36ポイントあるんでね。あとはもう、従属先とかが倒されないことを祈ろう。うん。倒されてもいいんだけど、倒されて、兵がね、減らないことを祈ろう。ポイントが減らないことを、ね、祈ってればいいかな。うん、とりあえずこっちどんどん行けとこう。で、これがあと、あ、33日。あ、組み直したね、これね。うん、じゃあ大丈夫だ。取られない。エルグマ戦、はい。我らに負けても、恥じることはない。この死を、もらい受ける。行こう。じゃあ、最後、出陣するとこうか。動かざることを、山のごとし。で、強豪27日、余裕ですね。と、ここら辺だね。うん、これもう見る人もなくなったね。うん。まあ、この家ね。まあ、一応、うつの乱だったんですけどね。まあ、しょっぱなからね。ちょっと頑張って飛ばしてったかなっていうのがね、ありますね。まあ、最初ね、まあ、いきなり、丸森伊達家ね、攻め込んだんですけど、うん。あ、ね、まあ、祖父辞令来たんで、発令しておきます。うん。まあ、兵数的にはね、負けてたんだけどね、まあ、なんとか、補足な手を使ってね、初手ね、成功しましたね。はい。ということで、装備事例ですね。回想シーンのところまでね、出しておきます。入れておきます。もしよかったらですね、そこまで確認していってください。エンディングの方はね、歌の方はね、今回はね、入れないようにね、していきます。ご視聴いただき、ありがとうございました。